今週の世界弾丸トラベラーは地中海の楽園スペインイビサ島。そこへ弾丸で向かうのは、おはようございます。2回目弾丸、人気モデルサラマリーさん。最近はアーティストとしても大活躍の彼女がイビサ島を熱望する理由は、じゃん、イビサ島で夜遊びしたい。イビサは有名なクラブが多くあり、パリス・ヒルトンをはじめ世界中のセレブが訪れるパーティーアイランド。クラブ好きのサラさん、22時間かけてイビサを目指します。そこは、わー、夏の匂い、最高。イビサならではのセクシー美女軍団に遭遇。その正体は、わー、出てきた。その美しさは世界一。イビサの夕日に感動。そして、うわー、これ2人前、恐ろしいでしょ。スペインといえばやっぱりこれ、絶品パエリアを堪能。おいしい、ね、さらにイビサ名物、世界一巨大なクラブで踊り狂う。この番組は自然と調和する心豊かな毎日を目指して、花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。一泊4日、世界一のパーティーアイランド、イビサを遊び尽くす旅の始まりです。週末のシンデレラ、世界弾丸トラベラー。今回の弾丸トラベラーはモデルでアーティストのサラ・マリーさんがスペインのイビサ島へ向かわれました。夜遊び最近しました？夜遊び何にもみんな真面目だね。この間の試合が終わって、うん、こういろいろ一段落して、そこから結構毎晩飲み歩いてって、ボクシングやってるとすごい刺激的な毎日やから、うん、その刺激をどうやって埋めたらいいか分かんないから、テキーラ飲んでみる。ファンってならないんですか、うん、テキーラ飲んで。ファンってならないようにちょっと耐えるみたいな。日本から飛行機で22時間、地中海の楽園イビサ島。イビサ到着。滞在時間は27時間のみ。これは絶対厳守です。